大随具菩薩大随具菩薩は仏教、特に密教における菩薩の一尊である。大蔵界曼荼の蓮華部院にいます。観音菩薩の変化身とされる。原名は法術、五符、牧碑などの意を持つことから、この菩薩を念じてその真言を読唱すれば、主上の旧願いに従い施し与えるをもって、随具と名付ける。またその真言を随具だらにという。 この御事の信言には即剤、滅剤、特に旧史の効能が喜ばれて、平安時代以降に流星になったが、単純に信言を唱えるのみで、あまり御事格としては重んじられなかったため、本尊とされることは少ない。曼荼羅の姿形には、身は黄色で方冠があり、その中に獣がある。慈悲、円満章で八肘を持ち、右手に、国こ書、剣、まさかり用の御撃、見股劇、 左手には法輪を乗せた、蓮華、作、報道、盆境と、両側に隣立し蓮華に座す。ただし持ち物に多少相違がある。宋の宝剣が訳した、湯河大教王行には、四面八肘で、角三眼で、盆教の代わりに急線を持つ姿であると説いているが、日本には伝わらず、また一説にこの御子の強領隣人を、無能上妙とするので、その形像であるとも考えられる。 狂気には、大随具だら二鏡二冠、随具足徳だら二行大随具八因がある。また他に、随具足徳信言儀記と、大随具残儀法もあるが、これは義鏡とされている。関心寺にはこの御事の図画が、鎌倉時代のものとして唯一残されている。直木清水寺の随具堂は、この御事を秘仏として祭り、堂から地下へ行く階段があり、その暗闇の中を、 大きな地図を頼りに巡ると、最後に大ズイング菩薩の盆地と書かれたジーグ石が光り、それを回して祈るという体内巡りが体験できる。ありがとうございます。